どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかです。続きいきましょう。そして気流編に戻ると、道島組幹部阿波野の包囲網はついに気流をカムロ町に追い詰めるが、橘の決死の覚悟が道島組の一瞬の隙をついた。いやこれよくクズさん生きてたよね。こんなあのとんでもない惹かれ方したけど、めぐる熾烈な争奪戦はついに東日本の裏社会を牛耳る東条会本家をも巻き込んでいく。そう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 、目まぐるしく書き換わる極道たちの勢力図が新たな局面を迎える中、桐生は事件の鍵となる空の一坪の所有者の名を明かされた。牧村誠。その人物の名は牧村誠。蒼天堀にいるという彼女をカムロ町に無事連れ出すことが、桐生や立花にとって堂島組に対抗しうる唯一の手段だった。でも世良さんが名刺持ってるってことは、多分もう受け取った後っていうことなのかな。もうあの誠さんを13章罪と罰。何もう。おこいつか、牧村誠を託された不動産屋って。ほら喜べよ、知りたかったんだろ。立花不動産、桐生一馬。多分知って、もうだから受け取った後だよ間違いなく。そっから始まるんだろうな。大阪行くって言ったって結局もう受け、だから桐生が大阪で動くんじゃなくて、もう受け取った体で済むんだね。真島が椿園を訪れ8時間前か。へえ。ちょうど入れ替わりというか、なんというか、まあちょっと桐生さんの方が先時代、あの時間早い、早く済んでんだね、真島さんより。おお、この二人どうも落ち着かねえな。前に俺がいた頃の蒼天堀とはどこか違う、似て非なるものって感じか。はあ、あんた蒼天堀にいたことが。カムロ町に来る前は俺も立花社長もこの町にいた。へえ。ほんの1年半くらい前のことだ。その頃の俺らはマフィアと名乗っちゃいたけど、ほんの 4,5 人の所帯でね。ただ社長はその頃から近江のヤクザにさえ一目置かれてた。で、俺は社長の腰巾着だったわけね。すごくね。立花が腕なくしたのはその頃の話か。まあね。当時組んでた奴が今小副長にしてちょっといかがわしいビデオショップ行く。キャルって名前の店だ。お前先に一人でそこに行っててくれるか。話は全部通ってる。俺はその前にちょっと寄るとこがあるんだね。寄るとこ。この町の今の様子を知っておきたい。蒼天堀で動いてたうちの人間と情報交換してくる。渋沢組と近江連合の動きも少しはわかるかもな。そうか。お前にはビデオ屋で世良って男からの電話を受けてほしいんだ。そいつが今例の牧村誠をかくまっててね。電話で彼女を引き渡す段取りを伝えてくる。世良ってのも立花不動産のもんか。いや、東条会の人間だ。日教連って組織のな。日教連、聞いたことねえな。俺もよくは知らねえが、その世良って男は風間の親分さんと通じているらしい。へえ。うちの社長が掴んだ情報をもとに蒼天堀で牧村誠の行方を探してたんだ。なるほどな。で、要するにあんたが街をぶらついてる間、俺は電話番ってわけか。そういうこと。
じゃまた後で。主人公が電話番をするシーンっていうのがなかなかシュールというか。はい、行きましょう。ビデオショップへ向かえ。こっちかな。あー、なんか違和感あるな、桐生さんで大阪歩くって。だいたい桐生さんは、あ、なりきん野郎じゃん。へい、ちょっとごめんなさいね、やっつけちゃうこいつこいつね、美味しいんだよ。よいしょー、はい、778万ゲット。要はなんだろう、メタルスライムみたいなもんで美味しいんだよね。ごめんなさい。大阪にもいるんだね、成金野郎。ラッキー。さて、このまま、ちょっと。まだ俺、大阪の街、そんな詳しくないんだよね。よいしょ、あった。キャル、ここか。はい。中に入ってみよう。こういう店入ったことがない。わーお、なんかいる!いらっしゃいませ。ん?初めてのお客さん。うちはええもん揃ってますよ。どんな趣味嗜好でも絶対お好みのが見つかりますわ。へえ、まあ、ベータか VHS かだけは気ぃつけて。なベータは知らないけど VHS は懐かしいな。俺は立花不動産のもんだ。小田から話が言ってる。奥にいるやつ。なんや、そんじゃあんたが桐生さん。ああ、ほなちょっと待ってな、奥に部屋あるから。ん、まさか。特別なお客にはここ、中に電話もあるで。セラいう人からの電話がそこにかかってくる。素晴らしい。さあ、ちょっとこういうなんか隠し扉的なのすごいいいよねいい。うわ、なんだこれ、プロジェクター。また見事な。ここはあんたの趣味の部屋。橘さんもお気に入りやった。この部屋作る金全部出してくれたしな。マジか。まあくつろいで。ほんで、立花さん元気しとる？ああ、まあな。人工透析でしんどいんやろ？蒼天堀いる頃はまだ透析やってなかったんやけどね。あんた、立花とは長いのか？どっちか言うと、小田さんとの方が長いな。僕は小田さんともう二人くらいで、ケチなグレンタイやっとった。ははは。そこに2年前一匹狼やった立花さんが現れたんや。きっかけは肩がぶつかったとかしょうもないいざこざやったと思う。せやけどたった一人の立花さんに僕らまるでかなわんかった。喧嘩で負けたことない小田さんかて子供扱いやったで。へえ。今の立花からは想像つかねえな。まだあの人が片腕なくす前の話や。せやけど立花さんにボコボコにされて意外やったのは小田さんの反応やった。ん？立花さんの器量にぞっこん惚れ込んでしまいに自分たちの頭になってくれってな。まあ貫禄のさや。立花さんは老いたちからして普通とちゃうしね。日本人ではないんだっけ。何のことだ。聞いてない。立花さんは中国残留孤児の二世やで。はあ。中国残留孤児。立花さんのお母さんは日本人やった。中国で生まれてすぐまだ赤ん坊の頃に
戦争の大混乱で親と離れ離れになって旧満州に取り残されてな。中国人農家に拾われて年頃になるとそこの子供と結婚させられたらしい。立花さんはその間に生まれた。じゃあハーフなんだ、日本と中国の。立花さん日本人の子や言うて周りからえらいいじめられたそうや。戦争のことで中国人はみんな日本を恨んどる。日本人言うだけでいつ殺されてもおかしない雰囲気やったけど、その土地のマフィアだけは立花さんを理不尽な目に遭わさんかった。連中もほとんどが金なかったり家柄悪かったりの鼻つまみやからな。はあ。で立花さんも自然とガキン頃からマフィアに馴染んでったそうや。僕らとじゃ年季がちゃう。小田さんなんて年は自分の方が上やのに、立花さんのことは兄貴やよな。あ、そうなんだ。小田。よ、店はほったらかしか。客が困ってたぞ。あれ、ほんま。ほな、ごめんな。ごゆっくり。客かわいそうに。あいつ、話長かったろ。ああ。あんたらの話を聞かされてた。もしかして、俺が社長に惚れ込んでたとかって話か？話半分に聞いとけよ。それよりあんたの方は案外戻りが早かったな。ああ。でも面白い話が聞けたよ。何日か前、牧村誠の死体ってのが蒼天堀に浮かんだらしい。何？本人は生きてんだからもちろん別人だ。他にも何件かドンバチあったらしい。あったね。要するに近江だか渋沢組だかがいろいろ動いてるってこと。で、そいつらは今も牧村誠を狙ってる。桐生さんたちは島の組が動いてることは知らないんだっけ？まだ。愚痴っててもしょうがねえ。電話番号ある。飯でも食ってきたらどうだ。え？いい大人が二人して電話番することねえよ。それもそうだな。じゃあちょっと街に出るわけか、これで。はあ、まさか小田が電話番変わってくれるとはな。せっかくの自由時間だ。お指がかかるまで大阪の街を適当にぶらつくとするか。 OK、 それじゃあ次回行きましょう。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。まこまり製薬の伊藤よろしなんか聞いたことあるな。どっかの CM で聞いたことがある。明日の動画でお会いしましょう。こまり製薬の伊藤よろし。いや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 、揃えろよごめん。